円満院は、滋賀県大津市恩城寺町33にある、天台集計の単立寺院、門関寺院、近畿36府道村、第25番札所。かつては、天台宗寺、門派三門関の一つであった。寺内には、本堂や、神殿のほか、宿坊、三密伝と大津江美術館が併設されている。神奈三年に、村上天皇の御子悟縁方神牢により、 京都岡崎に、平等院として創建されたと伝わるが、平安時代中期の三義、藤原助夫さんの日記、春期には、御城寺の名村大僧正が、長久元年に、御須咲天皇の支援を受けて、岡崎の地に新しい寺を創建し、窓か三つる院と命名したという消息が記されている。永昌七年、関白、藤原頼道が、七の道長の別荘であった。 無事殿を寺院に改めて、平等院の名村大僧正を、この新寺院の解散とした。そして悟縁法神皇の子である、永遠法神皇が新寺院の初代院主となることになり、その際に平等院の名称を、この新寺院の名称として譲り、当院は新たに、名村大僧正によって円満院と名付けられたとする。悟円法神皇入寺以降も当院は、歴代皇族の入室する、 門跡寺院として、また、天台宗寺門派の三門跡の一つとして、流星を誇った。また、通称として、室町時代後期までは三井平等院とも桜井の宮とも呼ばれていた。江戸時代の初期に現在地に移転し、商法4年には、神殿が、名正天皇より、下使されている。1869年1月、大津県庁が、当院の神殿に置かれるが、 1888年6月、新たな県庁舎ができ、移転していった。1947年、天台寺門隆史から独立する。2009年5月、重要文化財に指定されている新殿など、建物9棟と庭園など土地約1万4000平方メートルが、大津地方裁判所によって、競売にかけられ、約10億6700万円で、 滋賀県高甲賀市内の宗教法人大岡寺に落札されていたことが判明した。この競売に伴い、同年8月20日には円満院員の所有権を、この宗教法人に転する法的な手続きが完了した。文化庁は、異例の事態とコメントしている。本堂庭園の石組震度の内部急震度の障壁画のうち、住吉社頭図以下の文化財は、 第二次世界大戦後に円満員の所蔵を離れたものである。円満員の所有権が別の宗教法人に移った後も十分の度殿や庭園などの配管は引き続き可能である。括弧内は三十名以上の団体割引料金円満員のごま法要はご本尊の不動明王の前にごま団を設けごま木と呼ばれる特製の焚木に祈願者が自ら願音や使命などを記し、 これを、ごま団で焼くことで、心の迷いや、煩悩も焼き尽くし、願いをより正常されたものとすることで、その紅葉を引き出し、これによって、祈願成就を祈る法要である。円満院では、毎月第二日曜日と二十八日の両日を、お不動産の日として、円満院に伝わる秘仏金色不動明王の力で、運を開き願いを叶えるゴマともを恩守している。誰でも参加できる。 ありがとうございます。